めっちゃぴったりに始めてみました。こんにちは。今日はめちゃくちゃ早めなショールーム、全部早めなショールームになってしまったんですが、皆さんありがとうございます。星投げとカウントよろしくお願いします。そして私はインスタグラムとツイッターもやってるので、こちらからジャンプしてフォローしてください。タコさんありがとう。ワサップさんありがとう。みんなこの時間大丈夫かな、見れるかな。ドゥ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 、おはようグルペ、こんばんは。タランタンタタンタラ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 ン、こんばんは皆さん。こんばんはじゃない、こんにちは。なんかこんばんはっていう癖がついちゃった。せめておはようございますがいいね。なんかやっぱ焼けたよね。焼けた、めっちゃ焼けた、腕が焼けた。なんかね、腕が焼けた、この肘から下が焼けました。めちゃくちゃ私の中ではめちゃくちゃここも焼けてます。ここ手の甲、今日も散歩行ってきたの。今日はもう今日はねっていうか、外が暑すぎて今日やばい、本当に今日やばいっていうか毎日やばいけど今日やばかった。なんか一瞬外出たっちゃけど無理すぎてダメでした。もう本当にやばい、もわもわ、ドア開けただけでもわもわだから出ませんでした。焦げのになれそうですか。焦げのになれそうに、なれ勝手になってしまいそうですね、このままいくと。ちょっとちゃんと焦げのになんないように頑張ります。あ、確かに今日やばいらしい。本当今日やばいよ、本当にめっちゃ暑い、めっちゃ暑いですなんかねもわ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 度がすごい、ちょっとなんて言ったらいいか分からんけど、もわもわ度がいつも以上にやばい、それを今日感じました。そう、めっちゃもわもわしてた。とりあえず東京もわもわ、東京っていうか違うところ、なんかさ地方によってさ暑さの種類違うよね。もわもわとかただただ暑いとか、なんかいろいろ種類あるやん。そう、もわもわしてるわ、すごく。さっきショールーム終わってアイス食べた、いいね、アイスとか食べて体冷やして。熱中症になっちゃうよね本当に。なるべく外に出たくない。そう
そう、外の方がめっちゃ好きやけど、出たくないですね、こんなに暑いと。お散歩したいのに、お散歩したらすぐ、汗だくになっちゃうじゃん。だから嫌だ。お散歩も行きたくないような暑さですね。でもさ、ワンちゃん飼ってる方とかってさ、毎日お散歩するわけやん。でワンちゃんも暑いしさ、大変よね。夕方とかに散歩するのが良さそう。北海道から、あ、そうだよね、日南学園さ、そうなんですよ、ちょっと日南学園、北海道から大阪に飛行機で帰ってきた時、ジメッとした暑さでみんな悲鳴あげてた。わー、北海道ってどういう暑さやっちゃう。ただただ暑い、カラッとしてんのかな。カラッとした暑さが、カラッとした暑さがいいのかな、どうなの。カラッとした暑さがいいよね、多分。みんなのとこはどんな暑さ。もわもわしてる、本当にもわもわ。暑いよね。ヤッホー、ラララ、寂しい、みつほが卒業するの本当に寂しいね。宮崎もカラッとした暑さのイメージある。宮崎ですか。カラッとした暑さもありつつ、モワモワしてますよね。モワモワしてますよ。モワ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 ですよ。ずっとエアコンが効いた部屋にいるので、外のことは知らないです。わお。まあでもね、暑くて出たくないよね。え、待って、部屋の温度31度ってやばくない？湿度 71% の暑さ。うわー、暑っ。本当に湿度高いよね。そうね、寂しいよ、同期だもん。あ、そういえば昨日のさ、配信のユキナ本物でしたよ。連絡来ました、ちゃんと。本物だよーって連絡来ました。そう、本物でした。本物だった。だってさ、偽物やったらさ、連絡来んくない。本物だった。そう。そう、みつほ。寂しいな、本当に。いや、本気で寂しい。お昼会えなかったのってね、会えやったね。ありがとう、来てくれて、この時間に。通報しなくてよかった。ダメですよ。本物でした。ちゃんと
今日の朝連絡来ましたね。昨日の本物だよって。そう、ツイッター見てきた、嬉しい。そう、あのさ、ツイッターとインスタで告知するってさっき言って、あの配信切ったのに、見事にそう告知しちょらんくて、急いで、ギリ45分前くらいやったわ。そう、今日の朝だった、まさかの。そうそうそう、だから、え、偽物やったかなって思ったっちゃけど、今日の朝来てたので本物ですね、きっと。きっとっていうか確実に、はい。そう、あの配信終わってすぐ来るかなって思ったけどね、多分忘れてたんですよ。通報しても消えない、どういうこと？こんにちは。確かにあれやった、確かに配信終わってすぐ来そうな感じだったよね。こうやったね。今日の朝起きたら来てました。そうそう、タタンタタン。うんうんうん、じゃあみんなオンライン来てくれますか。30日31日2日間あるので、皆さんぜひ遊び来てください。うん、久しぶりの劇場だね、あさってね。スルポンさん、レインボースターありがとう。こんにちは。めっちゃ久しぶり。12月の8日ぶりかな。オンライン8月21日 ?1 ヶ月後か。待っちゃうね。忘れなかったら参加しようと思います。忘れないでください。忘れんで、わさっぴさん来てね来てね、待ってます。皆さん、もしもしでも、そう、もう申し込みできないので今、うん、そうですね。皆さん一番近くて7月31日、30日31日、4日後ぐらいに会えるので、皆さんぜひ。兄は31日に行くらしい。おー、待っちゃる。そう、もうあさって、そう、みつほの、そう、あさってですね。スヌポンさん、ダコさん、ありがとう。そうなんですよ、あさってって早くない？みつほ発表したのいつですっけ。結構前だ、早いな。2ヶ月前くらい。早いな。寂しいね。3人になっちゃう。3人になっちゃう。本当に。ジョニーさん、だるまさん、ありがとう。30、14、21に参加する。お、嬉しい。マッチョルね、はやぶさ。はやぶささ、オンライン初めてじゃない？ね、初めましてじゃない？兵庫でイベントあったら行きたかったけど残念。そうね、確かに劇場でですね、あります、開催されますね。うん、
オンライン初めてよね。初めて。電話以来かな。下北の。電話以来かな。多分。うん。だね。兄が先端グッズの特典楽しみにしてるけどよって。楽しみにしちゃって、ほんと。うん。なんて言ったっけ、誕生日の1ヶ月以内に届くって言いよったっけ、ファンの皆さん。本当に届くのかな、待っててください皆さん。うん。50分以上早く終わったラッキーやん。高菜を好きって大好き。関西メンバーで唯一イベントで見たことないかもって。確かに三つ穂さ、イベント、三つ穂ってイベントなんかあったっけ。カフェイベぐらい、カフェイベとかですかね。あ、とかスモアとか出てましたよね、スモールワールド。うん。だんだん。やっほー。相撲は出てましたよね。なんか結構急に決まってみたいな。あの時はね、三つ穂がね、あのお洋服を一緒買いに行こうってついて行ったのを覚えてますね。そうね、地方イベントがそもそもあんまないね、このいろんな影響を受けて。兄は特典が届いてたらオンライン見せようと思ってたらしい。おお、ありがとう。昔はトヨタのイベントも多かったけどなくなった。そうね、確かに。スモールワールズか、ごめん、ワールドって言っちゃった。見に行きました。おー、三つ穂の、すごい楽しそう。うん、優しい、大事。落とし物ね、大事大事。人多かったりすると気づかったりするもんね、落としても。運転手さんがってこと？電車の？国陽さん、花束ありがとう。え、クレカ？待って、クレカ落とすのは辛いね。優しいよ、ちゃんと届けたの。そうだなーって、ヤッホー。こんにちは。うん。早かけん、あ、目の前でね。確かにクレカをさ落として誰も拾ってくれんままやったらちょっと悲しいよね。しかも今さ、クレカってあれがあるっちゃろ、なんかタッチしたらすぐお支払いできるみたいな。そんなんね、辛いよね、落としたら。くまさん、くまちゃんありがとう。新幹線が一時期止まった、一時期止まった、はあ、影響受けるよね。
運転手さんってことか、じゃあ。大変。空のの空は空じゃありません。天気の天です。そう、よくね、間違われるのでね、皆さんぜひ覚えてください。天気の天です。あ、豪雨でね。豪雨で止まったってね。そっか。めっちゃ深い。仲間とか絆っていいよね。めっちゃ深い。深いですね。あ、浩平さんだ。おはよう。おはよう。遅刻だぞ。遅刻だ。仲間がいたから頑張れたよね。深い、深いよ。確かにそうやけど、深いね。星を集めてたのにって、ありがとう、ありがとう。厳しくない厳しくない、ありがとう、優しい。ナンさん休憩入った、おかえり、おかえり。深いね、確かにそうだよ。だって1年前とかまだもみじもおったしね。そうだよ、1年前まだもみじもいましたね。郷選手すごい。宮崎牛ってある？あるあるある、めっちゃ有名。宮崎牛日本一だよ。日本一取りましたね前。こんにちは。私はだいたい豚骨ラーメンじゃないかな。いじめは辛いって、いじめじゃん。なんで、どこが、どこが。ありがとうって、星集め。皆さん星集めよろしくお願いします。星投げとカウントお願いします。そう、3大会連続ね、日本一なので、皆さん日本で一番美味しいということなのでね、食べてください、ぜひぜひ。遅刻って言ってきたやんかで。遅刻って言ったらいじめなの？違います。関西ラーメンといえばどの種類ってない？え、でも宮崎も言うてそれはないかも。豚骨、いや豚骨かな、いや豚骨ですね、豚骨です。はい、きっときっと豚骨です。九州なんで。宮崎牛送ってくれたら許す。無理無理無理。そうよ、宮崎牛すごいやろ。日本一、
日本一でも宮崎牛高いんでしょって。いや、いやあのね、他の県で食べるより絶対ね、宮崎で食べた方がお手軽に食べれます。何でもそうやない？なんか有名なものってその県で食べた方が一番安くない？うん、九州うどん美味しい。うん、西日本うどんやね。東日本がそばやじゃない？だからそば、そうやね、わんこそばとかあるもんね、岩手とか。そう、うどん、うどんも有名。高千穂牛のステーキ、ハンバーグステーキ2000円したって。旅行やったから。そうね、奮発。まあ2万円じゃないだけいいでしょう。宮崎牛大阪のコース料理で出てきた時は美味しくて感動した。え、嬉しい。そうそうそう、マンゴーもね、断然こっちで買った方が安い。地元でもう何、長崎ちゃんぽん食べたらめっちゃ高かった。地元でも長崎で、え、どういうこと？地元でも長崎でちゃんぽん食べたら高かった。え、地元でも長崎でちゃんぽん、長崎でちゃんぽん食べたら高かったってこと？わあ、宮地区のとんかつ気になって。ねえ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 、わさびさん美味しいよ、美味しいよ。これ言っとく、これとか美味しい、美味しいよ。そう、わさびさんにさ勧めようって思った。うん、美味しいから食べて、食べに来て、おいでおいでおいで。そう、めっちゃ美味しいです。宮地区のお肉。リンガーハット、確かに。そう、とんかつ旅行行った時はよく観光価格、観光地価格を言ったか。おお、美味しいのって言ってみるかなって。え、もう行った方がいい、本気で美味しい、これだけは保証する。でもマジで美味しいから。うん、東京と長崎で味違うっちゃ、リンガーハット。リンガーハットでもさ、チェーン店やからさ、なんか同じ味かと思った。うん、美味しいです。ミニチックのお肉。そう、めっちゃ美味しい。みんなのところのおすすめの食べ物は？初見さんのちなつちゃんかな？ちなつさん。今日22歳になりました。待って、1歳上だ。1歳上だ。せーの。Happy birthday to you.Happy birthday to you.Happy birthday, dear ちなつちゃん。Happy birthday to you. ちなつさん、おめでとうございます。すごい。1個上だ。
敵な一年にしてね。1歳上やね。近い。嬉しい。優しい、みんな優しいよ。優しいね、みんな。本当におめでとう。22歳、1歳上だね。めちゃ近い。ケーキがいっぱい。お誕生日近い方多いね。私と近い方多くないですかね。あれ、なんかオンライン話し会でも今日誕生日ですって言ってる方いたな。何人かいた気がする。なんか何日前に誕生日迎えたとか。あ、今もうすぐ29歳。おー、もうすぐ誕生日。カズ兄さん、タカさん、ありがとう。俺も8月やから近いね。近いね。12月、まだ先やん。冬やん。まだ夏やもんね。まだまだですね。でも7月もさ、もう終わっちゃう。私15日が誕生日やったけど、もう半月ぐらい経つってことよね。早いな。何、早食い？なんで？7月やから俺はサラドと同じ誕生日。早く？待って、間違えた間違えた。同じ誕生日？ではないね。ソラカツ、イエイ。こんにちは。気持ちは同じ。いやー、8月になったら違うわ。8月の15日やったらまあまあまあ、いや、でも違うわ。サラノと一緒がいい。じゃあ7月15日に誕生日変えますか。絶対変えられん。7月15日の誕生日の人って何人いるんだろう。コクヨウさん、花束ありがとう。そうね、お盆になるね。そうね、帰るのはいや。帰られんもんね。私はカニ座なんで、サーンと一緒。うん、完璧一緒。うん、
友達7月15日一緒やん、一緒やん。私友達には7月15日いないんですよ。でもなんかさ、7月10日は前田敦子さんの誕生日じゃないですか。で7月14日はさやねさんの、山本さやかさんの誕生日じゃないですか。めっちゃ多いですよね。で7月17日は私の小1の頃の担任の先生の誕生日なんですよ。7月16日もね、誰かおった気がする。わからん。8月31日まだまだやん。ほぼ9月。ほぼ9月じゃないけど、8月の終わりやん。保育園からずっと友達、いいね。そう。そう、小学校の頃の担任の先生、1年生の頃の担任の先生めっちゃ可愛くて、その先生7月17日っていうのをはっきり覚えてるんですよ。大好きでした、小学校の頃の記憶ないって。記憶を取り戻そう。なんかうん、なんでもない。そう、月、そう、日付近い人覚えちゃうよね。小学校の頃の記憶なくなる、消えてく。わ、36年前か。そっか、覚えてるかな。30、でもなんか私は覚えてる自信があるかも。7月17日の誕生日の先生の顔と名前を。で、小学校の頃の先生の名前全員言える。あとね、小中、待って、小中高の先生の名前全員言える。小中高の担任の先生の名前全員言えます。まだ14年前。待って、14年前。14年前、あ、小1ね、小1ね。14年も前、なんか悲しいね。14年前なのあれ。待って、ちょっと待って、怖い。でもそうなるか、怖っ、怖っ、怖っ。14年前か。そう、小中高は全部言えるんですよ。顔も名前もはっきり覚えてます。だってさ、1年間お世話になる先生よ。覚えてるよ。さあの、本当はいくつって。セブンティーンです。
嘘。21。21です。え、21か。そっか、20歳って感じしますね。まだ記憶力すごい。本当嬉しい。なんか記憶力すごいかな。私何も覚えとらんって。担任の先生一人も言えん。教師って何時間労働なんだろうね。先生は朝8時ぐらいからやない。何時間やろ。9時間とかで昼休みあるやろ。8時間やない。やっぱ英語で年いったらなんかかっこいい。俺も真似しようかな。21。20って感じするけどね。あ、今はね、そうね、誕生日来ちゃうからってことね。まあすぐ追いつくさ。ラララ。え、フランス語？フランス語？フランスで数字数えれる？そうね、部活動とか確かに持っちょる先生は。そうよね、拘束時間長いよね。確かに大変。確かに6、7時とかまで。ボンジュール、ボンジュールしか知らん。ボンジュール。数字は分からん。数字一つも分からんけどフランス語ってかっこよくないって。年バレ。確かにバレん。ジャンボスイッチ。スペイン語分からん。分かんない。Look, see the paper. Look, see the paper. One, two, three ってさ、あれかな？英語？あれは英語？ Look, see the paper. One, two, three. ケニアのあいさつ？わかんない。若い頃教師目指していた時期もあった。星集めに来て50カウントだけ。ありがとう。ぜひフォローもしてください。ウノ。1ウノやっちゃう。スペイン語ですごい。最後って聞いせんけど、もうそろそろ明日の時間決めて。今何時？45分か。明日の時間はね、でも決めらんないので、そうですね、明日お知らせします。はい。明日はそうですね、明日お知らせします。うん、はい。
明日朝配信ないです、ごめんなさい、朝配信はないです、これだけは言えます。うん、そうね、明日はそうですね、明日はできて夜、できて夜、できて夜とかかな、うん、とりあえず明日は、朝はないですね、昼は分からん、うん、そうですね、朝はないです、昼は夜、お昼って言っても、まあ、夕方以降かもしれないけど、夕方以降、うん、にできたらやろうかな、はい、そんな感じですかね、夜配信なら見れる、本当？夜できたらやりますね、夕方以降とか、なんかおいおいおりゃ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 、あおお、え、すごい、え、すごい、時間は分かったら教えますね、もちろん、え、すごい、見て、筆箱にこれが入ってました、キーホルダー、空のキーホルダー、イエイ、みんなお揃いの方おるじゃない、これ懐かしい、これさ、スタッフさんが 送ってくださったっちゃけど、これ紐ついちゃらんかったってよね、みんなの紐ついてた、みんなの紐ついてたんかな、うちのには紐ついてません、だから筆箱にずっといるわ、そう、大事だから筆箱に入れてるんです、そういうことさ、かわいいでしょ、かわいいでしょ、そうなんです、今見つけたもの、みんなつけてくれてますか、バッグに、みんなのさついてたっちゃろうか、ストラップ、あ、そう、入ってるの忘れてましたでもここにずっと入ってたってことですね、あ、ホームセンターでチェーン買ってくれば、確かに、え、みんなのついちゃった、なんかのストラップ、気になる、そう、紐ついてなかったんですよ、私のには、
このまま届けられました。ジュニーさん、ハートありがとう。ハートありがとう。ケイト？ケイトか。ちょっともうちょっと丈夫なのがいい。そのグッズっていつのだっけ？めっちゃ前ですよ。なんかトートバッグにつくキーホルダーみたいな。めっちゃ前です。初代のマネージ、まだ初代のマネージャーさんの時にこのデザインして考えたから、めっちゃ前。2年くらい前かも。多分これストラップがちゃんとついてたら私もバッグについてたと思います。そうだそうだ、ストラップ買おうって思ってずっとここにいたんですね。綺麗なまま、可愛い紐、毛糸？毛糸だったらあやとりできちゃうじゃん。キクリンさん、お花ありがとう。2年くらい前、そう。これでも生誕グッズじゃなくて、みんなそれぞれのデザインのストラップと、あのトートバッグ、決まったトートバッグに確か、このストラップが作ったやつやったと。はじめまして、宮崎県代表のあゆみそらのです。ぜひぜひ Twitter も Instagram もこちらからジャンプしてフォローしてください。そう、針金ね、家にあるからあげる、あげてもいい。針金は結構です、痛いので。あやとりめっちゃ懐く、空のできる。あやとりはあやとりはね、4、5歳の頃めっちゃやってました。そう、めっちゃやってましたよ。けどもうできん、なんかほうきとかやったり、なんかこうやってやったりやってました。こうやったり、なんかこうやったり、なんかやってましたね。もうできない。そう、そうですね。じゃあそろそろランキングもかな。ランキングを読んでいきたいと思います。そろそろですかね。そう、うまかったらあやとり配信面白いと。でもさ、あやとり配信は誰かおらんと難しいよね。あやとり配信あれが好きやった。何？ゴム。ゴム好きやった。読んじゃいますね。13位、ドゥヒエモンさんありがとう。12位、リボンさんありがとう。11位、こまちさんありがとう。10位、ナーラブさんありがとう。9位はマナゾーさんありがとう。8位はジョニーさんありがとう。7位はスヌポンさんありがとう。6位はてっちりさんありがとう。5位はひでとさんありがとう。4位はこくようさんありがとう。3位はわさっぴさんありがとう。2位はどまさんありがとう。
そして1はカズにあと354日、ありがとう。はい、皆さん足投げもカウントもありがとうございます。まだだよって方はあと数分あるので、ぜひ4分くらいある。みんな時間になったら教えてください。うん、星投げもぜひ、カウントもまだだよって方がいたらぜひ。あとツイッターとインスタグラムやってるので、皆さんツイッターとインスタグラムもこちらから、こっちこっちこちらからジャンプしてフォローしてください。こっちかな、こっち、うん、こんにちは。フォローしますね、終わらせてください。勝手に切れないの？って、勝手に切れるよ。うん。あと3分？ありがとう。あと3分らしい、みんな。あと3分何する？あと3分何しましょう。すごい、今日も皆さん3時間ありがとうございます。うん、昨日冷やし中華食べた、よかった。買えたっちゃ、売ってたっちゃ、よかった。あ、自分で切れるよ、自分で切れますし、3時間経ったら自動で切られます。今から散歩行ってくるって健康的。確かにもう夕方だからいいかもね。あくびでもするかって言ったらあくび出てきた、ナイスタイミング。あくび出てきました。ざるそばいいね。みんな夜ご飯もりもり食べてください。うん、あ、じゃんけんしちゃうのかった、忘れるとか言った。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんぽい、チョッキです。チョキ、はーい。それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。それではもう終わっちゃうと思うので手を振っておきたいと思います。おやすみなさい、バイバーイ、また明日連絡しますね、できそうな時に。うん、ありがとう、みんな、バイバーイ、バイバーイ、ありがとう、おやすみ。